バチャキン TV エビデイ。皆さんもねちょっと見たと思うんだけど、つい最近ね1週間ぐらい前ですか、ね、このねバーチャル YouTuber ことね、 バーチャル YouTuber 界のねヒカキンことバチャキンの、まあ、盟友、まあ、ゴールデンコンビの、まあ、ヒカキンかバチャキンかみたいな、ヒカキンが、ね、なんかのちょっと今トイレ中だから変な音したらね、ヒカキンがなんかイベント、なんとかかんとかっていうイベントわからないけども、イベント中になんか乱入者にね、乱入者なんかよくわかんないね、エモとタスクみたいな面したアウトレイジのね一作目のなんか出てくるチンピラのなんかエモとタスクみたいな面したメガネかけたんでなんかやばいやつに、ね、いきなり乱入されて、でこうやって首掴まれてやばいやつにね襲撃されたと、まあ、被害はなかったんだけどね、幸い被害はなかったけど、まあ、襲撃されたというの見たやろ、でちょっとそれに関してはちょっと、ね、バーチャル YouTuber 界のねヒカキンことバーチャキン、まあマブやから、マブやからね、もうね、切磋琢磨してね、ガチでね、YouTube が引っ張ってきたね、マブだからあいつ、ちょっと今回ね、バチャキンが、語らせていただきます。まずね、何してんだよ、はい。ふざけるんじゃねえぞ。ねえ、お前。日本のな、YouTube 界のな、はい、トップの、レジェンドの、お前、ヒカキン何が続くんだ！笑い事は済まされねえぞ。ああ、マジでね、俺もう肝っ玉冷えたよ。ああ、金玉冷えたよ。どうしてくれんの？ね、これ、被害なかった、ああ、よかったで済まされる問題じゃないですよ。これ。たまたまね、エモトタスクガチの、まあなんか、何もしなかったからよかったけど、あれ普通にね、もうあそこに侵入されてる時点 でもう負けみたいなもんだから、負けですから、あれもうたまたま本当にたまたま、何もなかっただけ、世が世だったら死んでます。本当ね、ヒカキンさんがね本当殺されなくてよかったと本当に思ってます。もうね、冷えたね、冷えたね俺本当。分かるんですよ、いろいろ見ました、その映像とかね、ヒカキンさんのね、つい最近あげた、無事です大丈夫でした、心配ご心配ありがとうございましたみたいな動画も見たよ、ね、見てね、いろいろ喋ってたけど、ヒカキンよく頑張ったな、俺も分かるんだよ、分かるよ、ほんと襲撃されてる時ヒカキンね、何もね、一歩も動けずね固まっちゃってねみたいな顔してるね、本当に動けてないの、本当にビビっちゃって、でもそうなるんですよ人間って。俺もね、2年くらい前にね家襲撃されて、マジでガチでね、本当にこれマジ前の昔の動画ではあったわけで、マジで襲撃されて、で本当ね真夜中の夜中2時とか3時にね、ものすごい音聞こえるのよ、もう大地震が来たからくらいのなんかものすごい音が聞こえるの、家の外というか、まあ、家からかな、何ってなって、で、ね、ちょっと外見てみたら、てか外見てみたらとか 窓見てみたら、窓ガラスがボロボロに割れてるの、ぐちゃぐちゃに割れてるのよ、それ見た瞬間もう硬直よ、ほんと何もできない、本当に何もできない、ちょっと待って、やべえ、バッテリーねえよ、バッテリーねえよ、どうすんだよ、どうすんだ、せっかくいいとこだとどうすんだ、まあ動けないんですよ本当にね、人間ってね、予想外のね、予想外の出来事が起きてマジで動けない。で俺もう本当あたふたしちゃってさ、ブルブルさ、チンチンブルブルしちゃって、でうちの妻にね、妻の方が、ね、全然冷静だったんですけど、ちょっと110番お願いみたいな感じで片言で、もう声を振り絞るようにね、振り絞って、でそれで俺なんかもうフライパン持ってうろちょろして家の中、
ていう感じでね、ほんとね、みんなわかんないと思うけど、マジで人間その恐怖を感じた時って動けないんですよ。だからね、ヒカキンね、頑張ったね、ほんと。なんか自分でも言ってたけど、彼なんか本当はこの人演者の人なんじゃないかって、他の共演者の人でドッキリなんじゃないかみたいなね、というところまで考えたりとか、あとはなんかそのあんまりね、自分がすごい騒いだらお客さんびっくりしちゃうから、ちょっと冷静を保つようにみたいな。プロよあんた。さすがやっぱね、唯一ね俺が認める YouTuber だけあるわ。プロよ。あ、違うわ、俺 YouTuber ね認めねえけど、お前だけは違うわ。カカロット、お前がナンバーワンだ。違うね、本当に。やっぱ俺とね、対をなすね、レジェンドだけあるわ。マジでね、追い越されとな、おめえを。俺も追いつかねえとな。ちょっと、バッテリー切れそうだな。間に合ってるわ。間に合え、間に合え、間に合え、間に合った、間に合った。で、ちょっとウーム君、ウーム君ね、本当もう責任取ってね、この事件のね、責任をね全てね、取る形で、本当けじめというか、そういうのはやっぱね、視聴者の皆さんというかね、こうやって世間にね見せなきゃダメだと思うんで、まあ、けじめとしてというか、まあ、責任、賠償責任として、このねバチャキンをユームに、ユームとの契約、年俸5億で、契約した方がいいと思います。うん、それくらいやらないとちょっとやっぱみんな納得しないと思うし、うん、まあもうね、株価もねどん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 下がっていってると思うんでね、もう会社としてもね、どんどん死んでってるんでね、やっぱり新しい風、新しい風吹き込んで、ちょっと変えなきゃいけないんでね、変えなきゃダメだと思うんで、バチャキンさんを年俸5億で、ね、契約という形で、ね、許しましょう。いやー、もう8分じゃん。無事でよかったね。無事でよかった。てか消えちまった。みんな無事でよかった。